CGS をご覧の皆様こんにちは神谷宗平です本日からスタートしますじっくり学ぼう日本の軍事初回のゲストは軍事評論家で元空将の佐藤守先生にお越しいただいてます佐藤さんよろしくお願いしますどうもお願いします今まで4年間この番組やってきたんですけども、うん、軍事のことがやりたくてですねありがとうございますずっと先生を探してたところ<ー>はい先日はご縁をいただきましてあ,<ー>あの早速心力お引き受けいただきましてありがとうございますいえいえ役に立つかどうかいやいやもう <laughs> はい、はい であのまずですね、うん、まあこの番組初めてですのでつ、うん、先生の簡単なちょっと経歴をですね今日フリップも作っていただいたので <coughs>、はいはい、少しご紹介いただけますかあの自衛隊っていうとねなかなか皆さん公演に行ってもねあの、はい、主催者があ階級もわからなければねどこの部隊かって部隊の位置もわからないってそういう感覚なんです三、はい、3.11以降ね自衛隊は相当国民に PR できましたけど、ねはい、ですからあの私の公演でねあの主催者が私のせ先生をご紹介しますって言っても 漢字を間違えるのが読み方だからもう全部ね私の講演会は自ら自己紹介しますっていうことで元,元自衛官の方ですだけでいいですよって言って今日はねこれは簡単にこう書いてますけどね。 僕はここに書いてるように防衛大学を卒業して航空自衛隊に入って34年間自衛官として飽食させていただきましたそれ二22回人事異動があってね24回転居したんですよだからそれ全部書いてるとね一日終わっちゃうんですよ抜粋を書いたけどその抜粋の中でも色をちょっと変えてるところね私はカラフト生まれですよカラフトって知ららなないけどみんか あ幹部学校をそ卒業した途端になぜか外務省にね、はいえー、出向させられて下手するとそのまま外務省に残らされるところだったんだけどもどうしてもそのファントム飛行隊長をやりたいパイロットですから、うんはい、もう飛行隊長じゃなきゃ何の意味もないっていうことで、えー、念願かなって自衛隊に戻ってきて、はい、そして、えー、色々いろいろ過ぎて最後は広報室、えー、途中で広報室長というのやったこれもねパイロットだったからまあ何だろうと思ったけども。 大変ためになりました。今考えるとね、はい、あの新聞記者さんやなんかそのメディアの裏も全部分かったしね。あこういう人たちが記事を書いてるのか。<ー>今日はちょっと聞きますけどね、はいうん。それで最後は沖縄に行きましてね、あの戦争をやってる沖縄あ少女暴行事件とかね、えー、普天間変換の大騒ぎになって今でもすごいけども、はい、そこで難婚弾指令というところでやって終わりました。その画像をちょっと入れますとね、はい、<laughs> これがあ4年4ヶ月も浜松で戦闘機操縦教官をやったんですが。 その時の時こんな戦闘機あったの。知らないです、うん、朝鮮戦戦争の時の時主力これがね約5 0キロ以上のね、はい、パラシュートとか、うん、救命胴衣ねこういったものを、はい、背負って乗り込むんですよ。はい、で画務から変わってね、えー、帰ってきてファントムに機種転換をして、はい、これ百力士で飛行隊長やってたんですが、うん、この時はねもうすでにこういう座席にね全部そういう救命のものが全部備わってるの。 あもう背負わなくて良くなった乗り込む時きはね乗り込む時にはもうそのまま飛行服のままマット乗り込めばなるほどなるほどで非常に便利になってねでこのこれごと射出されるわけですねいざって時きねでその後国産の F1 戦闘機えミサワに行って F1 戦闘機に乗りましたから松島機師指令になりましてねここではブルーインパルスもうこれはなくなりましたよね国産の 高等練習機でやってたブルーインパルスになりましたこれでも空空中で撮ってますよねこの下の写真ははいパイロットは今言ってねスクランブルに行ったって必ず写真撮ってくるだからねファントムっていうのは二人乗りだから後席に乗って後席はカメラ持ってる 200mm のねカメラで全身操縦するところはもう最初見たのは 86F とかね F1 なのに 操縦しながら片手でで写真撮るわけ <laughs> ですよね、うん、デジカメじゃなくてね <laughs>、はい、フィルムのはいいちいち巻きながら撮る昔あった、はい。こういうことでも上空でねよくスクランブルに勤務を命令されるその資格を取ったらね、はいうん、上空で写真撮る訓練までやってたのへえ<ー>らねヘルメットかぶってるでしょ、はい、酸素マスクつけてるでしょ、はい、ファインダーまで届かないの <laughs> だから狙ってもねとろ 現像してみたら、ねはい、全然隅っこだとか、ね、<ー>それで徹底して鍛えられたもう著作権は、ね、防衛庁じゃないからね、はいうん、これはその後 T2 <laughs> ブルーインパルスですね、はい、今早そして、えー、沖縄に行ってこれは戴冠式です、はい、34年目の最後の6月30日、はい、7月1日が私の戴冠、えー、日でしたからね、はい、30日でしたでそういうことで結局単なる戦闘機乗りがね 国際関係論を言うような先生とは違うのでね、はい、そういう話でそういう男がしゃべりますよということの自己紹介をしいます、はい、で今回はですね <laughs> まあ6回にわたっていろいろ話をさしていただくということでいろ、まあ、んなテーマを頂い,いてますけども、まあ、今日は1回目ということで、うん、世界の軍事情勢と日本人の国際感覚というところをお聞きしていきたいというふうに思いますこれを知っていればね、はい、あのまあし新聞読んでも内容がわかりますよということですこれは羅列しましたけどね。はい で今日まず第1項目に入りますので、ねはい、世界の軍事情勢と日本人の国際感覚、はい、この地図は何の不思議のない日本全図でしょ。そうですね。全図で一般的ところが、ね、これをこう返すとね、はい、これみんな狂っちゃうんですよ。 狂っちゃうの一この地図はね金沢県庁か金沢県かなんかがね富山県ですあか。富山県あそこでね売ってるって息子が買ってきてくれた私もんねああす晴らしいなと思ってるこういう発想が必要だと思ってこれはアーミテージがね国防当時のね彼が日本に来てこう見せた時に肝心の制服トップもねこれなんだって言ったぐらいねこういうことに慣れてないのねだから多分アーミテジはね。 ソ連側から見た当時のね、はい、強敵のソ連側から日本をこうして見てるんだよっていう一つのですよ。うん、地図っていうのはね必ず北を上にして見るなんていう固定観念じゃないっていうことですね。はい それがいかに、あのー、日本人の感覚を食らしているかということを強調したい、はいはい、外務省時代、ね、私は軍事関係のアドバイザーをやっていたんだけど、うん、ソ連のバックファイアー爆撃、ねはい、これが戦略兵器に当たるか当たらないかと米ソ間でソルトの交渉をやっていたんですよ、はい、でソ連の主張は航続距離が短いから、ね、戦術爆撃であるそしたらアメリカはいやいや,いやあのバックファイアーはあー当時最新鋭の航続距離8000キロだと空中給油も可能であると。 だから戦略番撃じゃん。うん、で戦略となると軍縮条約、ものすごく制約されるから、はい、下ろされるか それでねソ連は絶対そうじゃないっていうことでやり合ってたんでこれがそのバックファイアですねバックファイアはね下に200キロトンぐらいの爆弾を積んでるねこれは佐渡でられた写真ですね空対地のミサイルを積んでるこれはしょっちゅう来てたんですよ日本に日本の人はバブルで浮かれてたけどねスクランブルかけたんですねこの右側が分かるようにスクランブルかけてハントム戦闘機はこれを監視してるこういうことをずっとやってたんです 私がこの,、ねねこのえー、バックファイアー爆撃機は、うん、あのアメリカを攻撃するなんていうのはアメリカの主張であってね、はい、アメリカは NATO の代わりにね、うん、やってるんだということを言った、はい、これはここでわかるようにね,ね8,000キ,、はい、キロ飛ぶというのは確かにここからで、ね、片道飛行で行って、えー、当時のソ連の,あの同盟国であるキューバにね、はい、片道ここで爆撃をして降りてしまえば、うん、成り立つそれは成り立つ。はい しかし空中給油機を使ってるとアメリカが主張すると空中給油機でえまずここで空で上がってここで空中給油してここで爆撃をしてまた帰って空中給油して帰るということになる軍事的にはね。で1回で終わらそうとするとここに上げててここで空中給油をして満タンにして爆撃をしてそのまま帰るとう,いうこ,とのこんなこと成り立つと思う だって空中給油、ソ連製の空中給油機器が爆撃する戦争相手のアメリカの上空でね、はい、ガソリンサンドやってるってことありえないんだから <laughs> 難しいですそ,、うん、そういうことがみんなわからないのね、はい、だからあくまでもおー NATO 全,全体をお服役するソ連の戦術爆撃なん、はい、でもお軍縮交渉っていうのはそうしてお互いやり合うんですよ、うん、だからこういうところがわ、ね、からないから日本人はね、えー、このサンテクジベリーが 書いてある夜間飛行って僕は大好きな本なんだけども<ー>これでねアフリカからね南米まで郵便飛行で飛んでるわけですよこういうところね、はいうん、これがね全然頭につながらないの、うん、つながらないの、はい、あそれからフォークランド紛争ってのあってたんですね1982年フォークランド紛争があって、はい、でそれにねイギリスのサッチャー首相がね、はい、絶対やるって,ってあ日本はそんなとかやらないよ遠い島を、うん、で遠い島っていうのはアフリカからぐるーっと回っていって南米回っていってフォークランドまで行くと、はい 考えちゃうの日本人。っあ、そうじゃなくて、地図見てますからね。はい、大西洋の、大西洋。ここはこんな狭い内海なのよ。太平洋は広いけど。ここだけ切り取ったら、なんか、ね。確かに。だから、そこをね。だから黒人がね、アフリカからアメリカにどんどん流されたら。ここ、こ簡単にこれ。動けるわけよ。だから、サッチャーがね。やる。私はやると思った。早稲田の先生がね。やりますよ。なぜ。 アングロサクソンがね「ジャスティス」っていう言葉を使った「必ずやりますよ」って彼が当たった文学部英文学部の先生がねそういうことあるんだなと思ったけどここでクイーン・エリザベス号を全部軍用戦に切り替えて攻めていってフォークランドってここですよ日本だったら竹島占領されても何もやらないけどイギリスはねこうやって大戦闘やったこういうことの感覚はね日本人にはわからない。 どうもねそういうところを今の日本人で昔は分かってたんじゃないですか戦前は。あ戦前は分かってますねだから戦争やってるから軍事教育やってたからそういう発想でだから危機管理が今できないのは軍事教育やってないからねだからそういうことでこれからね地球は丸いんだっていうことをねやってるこれはこれがメインでちょっと話をしたいと思います。そうなんですよね日本は今 東大ではですね軍事教育なんか一切やらないと、うん、ね、防衛省なんかがですね、うん、まあ軍事研究をしてくださいとそしてまあ民間提供も含めて技術革新もつながるから支援しますよというとですね大学の理事会の方が反対決議を出してですね、うん、学術会議反対してるでしょね、その割にはね中国人は入れてるんですよ早稲田なんかは何十人も入ってきたし、はい、入ってますで、その単なる日本人は単なる学生さんだと思うけどねはい、はい 軍人がちゃんと元気で入ってるんですよ。はい、僕はもうあれ知ってますから。広島大学に四年いましたっていうこと陸。はい、大佐が。だって東京大学の留学生の四十五パーセント中国人ですか。かそうですよ。 留学生来るのは悪くないけど、はい、僕らの税金でねそうなんですよまあ本当に日本人は人がいいいやそれでね、うん、いや分散するなりですよ世界200か国ありますからま、うんべんなくねいろんな国まあ人口少ない国もありますけど、まあ、少なくてもでも何十か国の人たちがいて、まあ、中国なんかもまあ10%ぐらいいてもいいですけど 40%50% 地方にだっては7割中国人みたいなそういう学校もあるんですよ。そうそうそう ね、で日本と中国なんてですね、まあ、その経済貿易ありますけど。 軍事的な対立してますよね対立ですよこん,なこんなことってあり得るんですかと普通の軍事的な感覚で産業だってね何かあるとすぐ焼き討ちでしょはい。そういうことをやらされた国にねわざわざ、ねはい、国民の税金か日本人の税金でね、はい、育ててやって敵をね、はい、やるっていうのはね敵に仕送るよりも見苦しいと思いますよいやですからねいやでもそういうとも、うん、そもそも今中国共産党ですね、うん、これ CGS メントで江崎先生に教わったんですけども、うん 中国共産党を作ったのは日本に留学してきてた中国人らしいんですよ。文から始めねもうあのー 紹介すすってみんなまよね革命で負けるたんびに来て日本人が養ってあげてそして教育してやってそして向こうに行ってたんだ戻ってたんだ。返すとかみついてくると。これをいい加減日本人ですね歴史を学んでですねあの別にね中国人と見た悪い人っていうそれは僕違うと思いますけどあまりにもですねその軍事的なセンスとか国防のセンスがなさすぎると。いいやこううね ヤキッとする意見を聞いたの久しぶりだな。本当ですかああ。もうみんなね、だって、はい、あの有効はいいんじゃないですか。はい、日中有効でしょっていうのよ。どうしたんだろうな。みんなね外交やってないの。はい、みんな有効やってんの日本外交やってますよね。うん 私稲田防衛大臣とこの間お会いする機会があって、まあ、皆さん、ああの大きな会だったんですけどそこでお願いしたのはいや日本の国防ね、うん、まあ確かにいろんな強い兵器を持つのも自衛隊増強するのも予算つけるのもいいかもしれないでも一番必要なことは国民に軍事教育をちゃんとすることじゃないんですかと<ー>少なくとも大学に行くぐらいの人間であれば学習を取る人間であれば最低限の軍事的なリテラシーが必要ですよねと。 いう話をしたら司会者の方に「カメさん軍事ということは使わないでください」って言われたんですけどオラオラ、ね、安全保障教育ですよねって言われたから <laughs> <う>いや、軍事教育ですと <laughs> 訂正し直しましたけども、うん、稲田防衛大臣はカメンさんのおっしゃる通りですというふうふにおっっしゃってました、うん、それが本当の、ね、抑止力ですよ、ね。はい、戦車を買った戦闘機を買ったということよりも国民の精神の中にそれを受け込んでおくということが、ね、抑止力ですよ。はいうん それが欠けてます。はいはね,ね。ですので、まあ今回は本当に導入の部分でした。けれども、そういった軍事的なセンスを磨いていくためにもまあ、次回ね。こう地図の見方とかですね。うん、地球儀をどう見るかと、はい、地球をどう見るかということが大事なんだというお話していただきたいと思います。はい、はい、今回どうもありがとうございました。はい